また双子だと気づいてもらえなかったな、俺たち。男女の双子なんてそんなもんでしょ。でも結構双子っぽいところもあると思うんだ。そう？例えば？耳たぶや爪の形がちょっと似てるとか。そんなところ誰もちゃんと見ないわよ。カレーを食べるとき玉ねぎだけ残して最後にまとめて食べがちだとか。それって気づく方がどうかしてるんじゃない？あと何か言うときによくタイミングが被ったりもしないか。あ、それはあるわね。次回あおわし、本当に弱いやつは。